舞台は三協フロンテア柏スタジアムです。まあ、前節逆転負けの柏と連敗中の川崎の一戦です。6分、今日先発7試合ぶりの小泉、思い切りいいし、まあ、多分ドライブしてるということは擦ったということで多分コーナーアピールしてたと思うんですけど、ね、はい、柏の先制ゴールは小池から伊藤、見事です。まあ、ここからあまり狙われないだろうというので阿部もそれほど気にしてないけども、やっぱこのラインそのまま入ったというのは、はい、やっぱり受けてもそうですけど出してとしてもいいところ見てますよね。これで柏先制。ただこの後は少し守る時間が長くなりました。で後半です。49分、大島がエウシーニョを使ってダイレクトの折り返しに中村健吾、やっぱり打つ前提とかイメージを広げる必要はやっぱりあったんで、はい、その辺はハーフタイム監督からの指示は出てますよね。で森田のボールダッシュから小林、痛烈なミドル。寄せが甘いですよね、はい、これで同点です。後半ちょっと、はい、でもこのシュートはやっぱりペナ外でいうともう 3,4 メートルまだ離れてるんで、はい、こういうのを打てる選手は頻繁にやっぱりこう意識してこういうシーン見せてほしいですよね。69分、伊藤、小池、キム・ボギョンでキムの決定機、もう一丁ボギョンで決定機。ちょっと詰める意識がやっぱりこう受けてから変わったりすると今なんか追加点のチャンスですよね。エウシーニョの折り返し77分、セカンドボール車や左足、やっぱ後半打つ意識は本当前半と全然違うんでね、やっぱりだいぶこう遠目からでも振ってますよね。長谷川のクロス、セカンドボール、中村健吾のミドル、中村健吾のセーブです。密集から見づらいとこだったですけど中村もよく触りましたよね、はい。でまあ、サイドバックに本職アタッカーの鈴木を入れた川崎は長谷川がここで持ってカットインからファーへクロス、鈴木ヘディング。まあ、交代の2人が出した結果ですけど、はい、クロスも強めで結構ファー狙ってるとかゴールに向かうようなボールですけど、はい、やっぱり受けようとする選手がもう取るぞっていうポジション常に取れてるんで、はい、前に入らないようにしたっていう判断も良かったしね。あとヘディングシュートも上手かったですよね、はい。